でちょうど、この、口の事情になっている角が、今あの黄色い足が、ついている、柵の手前側になります。でここからあのずっとあの大川べりにですね、本町通りまで、当時道があって、その右側、今このフェンスの外側に荷揚げ場っていうのが再現されてますが、どうやらそこに、船をつけてですね、どこからか持ってきた資材等を、この地域に、揚げていたというふうに、考えられます。ではちょっと長旅になりますが、電柱の先、まで移動してそこの、解説をいたしたいと思います。長旅ですね。説明に、入りたいと思います。皆さんが立っているところが高くて、先が低いのですごく見づらいと思いますが、ちょうど、今、この深く掘っているところの境にですね、貿易新報社、神奈川新聞の、まあ、前身の会社ですね、の、建物の基礎が出ている、ところです。でこの建物は、大正11年に建てられるんですが、わずか1年ばかりで、震災で、倒壊してしまうというちょっと悲しい建物です。ただかなり立派な建物だったらしくて、まあ、当時の、神奈川新聞の、社長の婦人らかの、手記によりますと、一人も死者が出なかった、それが、まあ、救いだったというようなことが書いてある。で、かなりですね、この大岡川に面したあたりがですね、もともと埋め立て地ですので、きちんと填圧されてなかったか可能性がありまして、だいぶ、地震の影響が受けています。それに対して今アイランドタワーに寄った方ですね、は、もともと陸地だったところなので、そんなに、建物に、地震の影響が出ている様子は有形でございます。で、こちらがですね、よく見ていただくと、分かるんですが、もう、大正11年ですので、鉄筋コンクリート造りになります。で、明治時代に、レンガ造りの建物が主であった、ところなんですが、明治の終わりぐらいからですね、このコンクリート技術というところで、だんだん、鉄筋コンクリート造りの建物に、切り替わっていくわけですが、この関東大震災で、レンガ造りの建物が、倒壊してしまうということで、それから先はですね、もうレンガ造りの建物を作るのではなくて、こういう鉄筋造りのものをに、移行していくというところでのちょうど過渡期のものなので、まあ、貴重な資料とは、言えます。で、もう埋めてしまったんですが、ここで震災にあった、貿易新報社はですね、ここに仮の社屋を建てた後に、昭和2年に、ちょうど土山のあたりですね、
に、また、さらに、社屋を建てまして、それの基礎も、今回の調査では、確認はされています。ただ次の調査区との境にちょっとだけしか出ておりませんので、現在は、埋め戻しです。でこの、まあ、年明けになろうかと思うんですが、反対側もまた掘り始めますので、その時に、その全容が分かったというふうに、考えております。それでは、この奥の、レンガ建物が、たくさん出ているところに、移って帰ってきます。作業するような、場所だったのではないかというふうに今のところ推測しております。まあ、玄関から入った正面のところですので、非常に、堅牢な造りの基礎になっておりまして、上から、だとあんまり、よく見えませんが、レンガの基礎が 1,2,3,4 本入っています。でそれに対してその、両脇の建物っていうのは、その次の基礎がもう外壁に当たって、間7メーターぐらいがですね、基礎が打ってないので、関東大震災の、力がですね、両脇に逃げてしまって、向こう側で見ていただくと、建物の床が真ん中で70センチぐらい隆起しているのが、分かるかと思います。まあ、それだけ、基礎が、薄いと、地震の力が、及んでしまうということが、手前に見えるこの下水施設なんですが、当時ですね、この銀行集会所と、先ほど見ていただいた新校舎の間にですね、道がありまして、